ちゃんさん35万円おじさん。ショックすぎるんだけど、マジで。何その35万ってバカなの？バンブー山頂。電話するか、ちょっと待って。疲れた。あ、すいません、先ほどお電話いただいたみたいなんですけども。あ、郡山と申します。郡山様。はい、はい、車掌車さん。はい、車何になりますか？レクサス。はい、かしこまりました。自動車線ショックやわ。はい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 、そうですね、はい。あ、昨日ちょっとあまりのショックで寝てもって値段だけ言おうかな思ってたけど言えなかったんですけど、最低落札価格、とりあえず出品はしたいと思うので、はい、出品お願いしたいんですけど、売却のタイミングは今のところいつでも大丈夫です。金額がちょっと折り合わないと、まあ一応他社と相見つかけてる点があるので、そのタイミングぐらいかなっていう。もうすっごいダメ元で申し訳ないんですけど多分入札は入らないと思いますけど、はい、1回目とりあえずすっごいほんまに申し訳ない、ダメ、売る気はあるんですよ。冷やかしとかではないので、それだけは分かってほしいですけど、とりあえず1回目100で出してもらっていいですか？まぐれでなんか誰か買ってくれへんかなぐらいの勢いで、2回目ちょっと真剣にもうちょっと考えようかな。あ、なるほど、はい、分かりました。ええ、じゃあ明日出していいですか？あ、そうですね、明日出してもらって。分かりました。はい、2回まで最初、聞いてます。はい、もう1回興味があればそうですね、ちょっとリアルな数字に、もうちょっと今ね、頭僕も書いて回んないんですよ。もうどこ聞いてもすごい安く言われるから。そうですね、もうダメ元で誰かまぐれで入札してくれたらそれで売るわっていうはい、はいはいはい、またまた報告の電話させていただきます。はい、お願いします。はい、すいません。はい、お願いしておきます。はい、はい、はい、しんどいわ、もうちょっと、というよりもビッグモーターに電話してあげなあかんねんけど。35万円、アホか。35万なんか月の支払いも足れへんわ、ボケが。ちょ、もうどうしよう、ショックすぎてちょ、ショックすぎてちょ笑いも浮かばへんねんけど。ネタでこうだから、そもそもこんな金に変えようとは思ってなかったけど、買った当時は。でも2年前に査定聞いたときに、ああ、80から130ですねって言われたから、あ、そんなもんで売れんねやって。まあまあ、2年経ってるから、まあ80から。びっくりしてんけど、俺。買い取り業界、どんだけ貧乏やな、お前、古式業界が。マジで。どうしようかな。どうやって電話したらいいの？
昨日のところ。なんでリスナープレゼントしたんかね。ほか。ビッグモーター。花店に電話して、花店ってどこ、花店46分前ってどこや、46分前ちゃうか、昨日これか。あ、みんな花店ここにかけたんか。ここか。もう今何も考えれないわ俺。何しやったか忘れた。はい、ありがとうございます。ビッグモーターを使いまして宮地がお伺いいたします。あ、すいません、今日ちょっと12時に予約してた郡山と申しますけども。はい、担当女の子やったと思います。ちょっと名前ちょっとまだ出先で今から向かおう思うんですけど。はい、1時間ぐらい遅れそうなんです。すいません。何の受付で来られるんですか。あ、レクサスの買い取り査定。はい、はい、かしこまりました。いいですか、すいません。はい、はい、お願いしておきます。はい、何今の電話、何の件ですかみたいな。お前らマニュアルでしか喋れんのか。 DMMO と、もうそんなんいらんわ。もう買取屋で働いてる人、給料、からね。あ、そうなん、そんなに良くないやろ、買取屋なんか。言うとくけど、儲かれへんからな、中古車業界、リサイクル業界なんか、そんなに。君たちが思うほど、いや、君たちの給料からしたらいいと思うんかしらんけど、俺からしたらそんな白給でよう働かんわって思うねんけど。了解ですって言ってたやろ。なんかちょっとテンション良くなってたやろ。ちょっと嫁連れて行くわ。すっげえショック。こんなん35万の査定とか出されたら、そのこの35万をもとに、まあ、1万2万上乗せの話しかせえへんに決まってるやん、そんなん。絶対こんなん。バンブーさん店長で年収8桁やで。年収8桁。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。あ、そう、1000万あんの。中古車業界で。ほんまに。しゅんちゃんさん天皇賞春。天皇賞春？そんなもん、そんな。35万で天皇賞春変われへんやろ。35万やで。もうすっごいショック。もう俺もう今足腰動かんわマジで。バンブーさん JRA 行こう。何しに行くん JRA。 あ、パッド口座に3000円入ってるぞ。先週しゅんちゃんさんチンティンは動くけど、2990円買って3000円負けて、3000円入ってたまんまの3000円が3000円残ってるから、67円のところに3000円入れて2990円買って、6057円になって、それが3000円負けて3057円になったから3000円もまだ買えるぞ。チンティン、チンティンは動く。チンティンってない、チンティン動くけどやな。もう何もかもがブルーだわ今。もう死にたい。ねえ、わかったね。消費者なんてこんな扱いよ、どこもかしこも。なんかあなた車高く買うわとか言いながら。しゅんちゃんさん天気いいね。天気いいな、うん。車高く買うわとか言いながら全然高ないやろ。これ高いか？
1円でも高く買います。そんなもんみんな言うねん、そんなもん。口だけやん、1円でも高く買いますって。1円、だから35万1円なんやろ。だから35万1000円やけど、35万1000円1円なんやろ。この50万で誰か買う言ってたな。50万で売らんけど、100万やねん、そんなもん。100万でしか売らへんから、あの絶対。車検通そうかな、車検通そうかな、無理して車検通そうかな。まあほらしなってきたわ、もうなんか。車検通すのに20万ぐらいで、俺ちゃんの月の維持費が45万ぐらいだから、65万ぐらい振り込んでくれたらええねんけど、65万ぐらい。まあお前らに、お前らごときに言っても無駄なんやろけど、かっこいいさん欲しいわ。かっこいいさんおらんかな。かっこいいさんいいよね、どいつもこいつもかっこいいさんがいて。かっこいいさんのためだけに配信してたらええんやろ。羨ましいわ、そんな。俺もそんな配信したい。かっこいいさんおらんからな。しゅんちゃんさんいっぱいいるやん、貧乏だけど。囲ってへんやないか。囲ってへんやないか、何にも。いっぱいいるやん。いっぱいいるやん。これ、それ囲いじゃない。それは囲いじゃないで。それ間違ってるで、君。認識を間違ってるよ。で他の配信者はだってこれで生活してんでしょ。家賃もらい、食費もらい。ね、あのそれお小遣いもらい、ね、いろいろもろもろ分もらい、まあ、さらにもね、あの天城府もらってんでしょ、うん、そんなんのだったら別に俺ちゃんにもちょっとぐらい回ってきてくれたっていいんじゃない。バンブーさん5万返してもらうしかないな。いやもういやブロックされてるから俺。ああ言っちゃった。ブロックされてるからびっくりしてんけどこれ。あの人の枠に別にあの行ってもないしコメントもしてないのに R さんの枠で気づいたってすごくない。 R さんの枠で見ててなんかアイテムが飛んでる、どういうことと思って見えへんねんけど、花火なんか、お前花火2発鳴ってるわ。バンブーさん返したくないからブロックされてるんや。あ、そういうこと。ロケットマンさん査定いくらだったん。査定35万1000円。オートバックスの査定が35万1000円。で、ユーカーパックが、25万から40万って言ってたから、今100万で楽あの入札した、出品しといてって言うといた。最低落札価格100万で。まぐれで100万で落札されたらそれで即売りするわ言うて、うん、はあ、ショック大だわ。ロケットマンさん35万じゃ嫌なんか。いややろ。いややろ、35万じゃ。100万や思ったのが35万言われたら売る気もなくなるわ。ほんな20万出して、あの、このまま乗りましょうかって思ってまうわ。いや、乗る気はないねんけど。しゅんちゃんさん我慢せえ。なんで我慢せんなあかん。ほか。差額だけでも君らがじゃあ損失補填してくれるの65万円分くれる？くれないでしょ、君ら。どうせくれないんだったらもういいわ別に。2年前に売っときゃよかったね。130で100万円落ちたってことよ。
マンさん2年でそんだけ違うのかわら。いやでもあのオートバックスのやつが言うにはそのまあ車も見てないし電話でとか言うただけやったらその時の相場とかであのまあ買い売りに来てほしいからそんな風に言ってるんちゃいますかみたいな話してたけどで言うんですって言ってたけどなわけないやんな。せめて半値ぐらいつくやろ。買った瞬間に、ね、バンブーさん内緒だけど同じレクサス売り値で98万で中古車売ってるで。マジで98万で売ってるってことはやっぱ50万ぐらいか、50万じゃやから、まあ、45万ぐらいやのよな、98か。え、でもあの同じレクサスって言うけど中古車は同じ商品は絶対ないねんからね。言うとくけど一台一台違うから。一台一台、君ら中古車のこと何も知らん。しゅんちゃんサンボディにおじさんのサイン書けばあたい釣り上がるよ。そやな、俺がサインしとく。あの10円玉でガリ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 言うて。そうだ、値打ち上がるんちゃうか。ちょっともうほんますごいショックでちょっと今事故りそうだわ。嫁ちゃん迎えに来てんけど準備できてんのかな。はぁ、あ、疲れた。疲れたよ。帰ってうんこだけしてもう一回行くわ。ああ、俺も金持ちリスナーが欲しいよ。どっかにおらんかな。どーん、アスタリスクさん、やっぱり俺の予想の35万やったろう。うん、ぴったりやな。びっくりやわ。1000円、ニアピン賞やな。1000円しか違わんで。1000円っていうのは、多分もうこれがいっぱいいっぱいなんやろ。もう余裕の35万1000円査定みたいな。嘘でこれ以上値段つきますかみたいな。あれ画面固まってる？画像固まってる？俺ちゃん画像固まってんねんけど。バンブーさん、おっちゃんから天ギフプレゼントやな。どういう意味？俺からプレゼントってどういうこと？あ、あの天ギフこれ35万1000円やったから。そりゃオートバックス儲かるわな。だってこの車は35万1000円で買い取ってオークションで50万で売りや15万儲かんねんからな。あ、俺がトレードカービューやっぱりやってる間に売っときゃよかったな。トレードカービューやってる間に売っときゃよかったな。自分で400万とかふざけた値段で輸出とかせんと、うん、普通にまた時間食うと価格価値が下がるからなら、下がるなら35万で1枚ばよかったやん。あ、でも5日間はこの値段保証されてるか別に。まあ、5日以内には嬉しいですね。疲れた。とりあえずうんこさして。レクサスやからな、輸出した方がいいと思うけどな、十何年。ただあのさ、なんかすごい知ったかで喋ってたけど、俺カービューやってたから知ってるけど、十何年落ちても輸出できる国はあるから。別にそんなもんあるから。はぁ、あ、とりあえずうんこしたい。とりあえずうんこさせて。うんこ漏れるわ。とりあえずうんこさせてくれ。
でしょ。